こういう小道具がねあるんです。このクラッカーでございます。ちょっと分かんない人もいると思うんで、これどうやって使うか、これ口の中に入れるんです。で口の中で鳴らすんです。いきます。あわんふぅふぅあーあん仕上がりすぎてます。やっぱ芸人食っていかなきゃいけない営業なんで、はい、営業に強いのはやっぱモノマネなんですね。おう、ビートたけしさんの動きをする小田裕二さん。小田さん今日からどうして現場に血が流れるんだ。レインボーブリッジ封鎖できません。さっきまであんな仕込んでたんだ全然笑ってくれないねねえ、ひどいね、大人がね、全然笑ってくれないよ。これが一番引くの知らないですね小学生のランドセルについてる防犯ブザーの音幡ヶ谷の交差点で千原誠司さんを見まして、カラスに話しかけてまして、なんかその時のカラスに話しかける千原誠司さんのモノマネをします。はい、自分そういうとこやぞはい、ですねカラスに言ってたんですね。最後はですね、F1 カーにはねられそうになった野良猫ありがとうございました。自力やねんな。自力やねん。面白い地形で勝負してらっしゃる。タバコめっちゃ吸い出しました。吸い出しましたね。あ、ものすごいタバコ。パイ、禁煙パイプ。禁煙パイプ。それやったらもう一本吸ってください。生止めで吸うんやったら一本タバコ吸ってくださいもう。やっぱりね、ちょっと僕もカラスと一緒に頑張りたいんですよね。相棒のカラスがいて。ストンと収まった腕の中にストンと収まったよ。 YouTube で見られるのはここまで。アベマならゼニータチを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンをクリック。